はい、それでは、今から参加をしたいと思います。坪井と言います。どうぞよろしくお願いします。はい、今からの参加をテーマはブーメランです。ブーメラン好きですか？はい。投げたことある人？はい。ありますか？何人か。ブーメラン、こんなんですね。いろんな形があるんですけど、今日 V字のやつを用意しました。で、今日ブーメラン飛ばします。たくさん。で、早速これで、おらーって投げてもいいんですけどね。めっちゃ危ないの、聞いてるけど。打ち当たったらほんと違う、ね。なので、まずはここでもできる、ここの会場でもできるブーメランを作って投げたい。実はとてもブーメラン簡単にできますので、ぜひ作り方を覚えてください。厚紙2枚用意します。で、バッテンにします。バッテンにして、真ん中を止めます。真ん中止めます。で、次ちょっとポイント。ちょっと丸くします。羽を丸く。丸くします。丸くします。4箇所。で、最後ね、ちょっとだけこう反らす。はい、これで完成。はい、これで完成です。今から投げます。で、今から投げるんですけど、で、たまにね、僕ミスるんですよ。で、ミスって危ないのが皆さんの方に飛んでいく。危ない。で、皆さんどこの部分が危ないかって言ったら目なんですね。目にファーって入ると危ないので、僕がブーメラン投げるときはぜひ皆さん目をガードしてください。どんな形でも、ね、こうしたら見えません。ブーメランが見えるように目をガード。ちょっと練習しますよ。投げますって言ったらバッと構えてくださいよ。ブーメラン投げます。いいですね、いいですね。これじゃ見えません。いいですか？じゃあ本番いきましょう。ブーメラン投げます。いきます。縦振りでした。おー、ありがとうございます。もう一回投げます。もう一回投げます。はい、いきますよ。もう一回投げます。もうあんまりもうやらなかった。やらない。もうほら、ありがとうございます。はい、取ったね。すごいですね、ブーメランね。でもブーメラン、不思議ですよね。僕、間違いなく前に投げてるのに戻ってくるんですよ。なぜで反抗期。反抗期なんでしょうか。今日はブーメランがなぜ戻ってくるのか実験していきたいと思います。さあ、じゃあブーメランがなぜ戻ってくるのか、ヒントになるものがこれなんですね。そうです、コマです。なぜコマなんでしょうか。いいですね。ブーメランもコマも回る。ちょっと回るものを今からね、実験していきたいと思います。コマ回したことある？まずね、こう回さないとこう倒れるんですよね。当たり前ですよね。で、回します。回さないとなかなか倒れない。で、最初今の状況はちょっと分かりにくいんですけど、徐々にこうグラ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 しますよね。こうグラ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 、こう首振り運動というね、グラ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 、この感じ、この感じ、このコマね、結構優秀でなかなか倒れてくれないんですよ、これ。この感じ、グラ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 、今このグラグラで、ちょっとコマじゃね、小さい。小さいので、もっと大きいもので回るものを用意しました。はい、でコマの代わりにこれで回す台も用意しました。これも回るんですよ。ほら、回るでしょ。はい、回ります。で、回す台、ここで回します。はい、さあどうなんでしょう。でこれもさっきと一緒 です。これ回さないとどうなるか。手離すとどうなる。倒れますよね。ちなみに、なんで倒れるかを知ってます。あの地球がこう引っ張ってるんです、ね、重力と言います。重力がかかるから倒れる、ね、もう当たり前じゃ倒れない。でもこれ回転を与えるとどうでしょうか。怖い。最初はやっぱり
安定してくる。徐々に徐々に首振り運動ですよね。車輪がこう回りながら回り出す。回りながら扇風機みたいな。回りながら回り出す。そのこのポイントはですね、この倒れる力と、それとこの回転が合わさると車輪とかコマは回りながら回り回りながら今こうギュッと倒そうとしてるんですよ。地球がね、重力が回りながら回りこんな動きを始めるんですね。はい、もうちょっとこの実験をしましょう。この車輪をまだ使います。固定するために、はい、車輪を用意します。車輪に紐をつけました。はい、今から僕左手をこの状態で離すとどうなる？バーンと倒れるんですよね。さっきと一緒、倒れる。これ誰が引っ張ってるんですか？そう、重力、地球ですよね。倒れる。でもこれに回転を与えるとどうでしょうか？うん、見てください。タイヤは回りながら回る。自分でこう回りながら回る。めっちゃ回るでしょ。回りながら回る。この動きって。はい、今言ってくれたブーメランと似てないですか？もう一度ブーメランの動きを見てみましょう。ブーメラン投げます。ブーメランの動きをよく見てね。うわ、ほら、ごめんなさい、ちょっと今日のブーメラン出来が悪い、ごめんなさい。ちょっともう一度高く、ブーメラン投げます。ほら、ほら、回ってるでしょ。ブーメランもこう回りながら回りながらぐるっと回ってくる。これと一緒ですね。で、もうちょっと回りながら回る動き、実験ではないですか。バイクのレースとか見たことあります？バイクのレースイメージしてください。これね、ハンドルとタイヤを同じものにしたものと想定します。例えばバイクのレースはですね、左にこう曲がりたいなと思うとき、どうするか知ってますか？そうなの。ハンドルを切るのが非常に危ないんですよ。あのバイクのレースって速いから。だからバイクのレースってこうギューってこう傾けるんです。そうするとこう曲がるんですよね、左に。でバイクのレースは、まあ、左に曲がりたいだけだけど、その後こう回転を持ってこう切るね。でももしですよ、バイクのレーサーがこう倒し続けたらどうなるの？ずーっと倒し続けたら、元の場所に戻ってくるんですよ。いいですか？タイヤは回りながらくるっと回る。いいですか？だから回るものにこう倒れる力が当たると回りながら回る。そんな動きを始めるんですね。で、ブーメランも実は投げるときにしっかり回転をかけます。で、回転しながら実はこうギューッと倒す力が上がってるんですね。さあ、でもね、倒す力が実はブーメランにとっては重力じゃないんです。何か別の力がかかってギューッてこう倒してくれてる。その力とは一体何なんでしょうか？今からブーメランにかかってる力、倒す力は何なのか実験していきましょう。それのヒントになるのはこれなんですね。なぜ飛行機なんでしょうか？飛行機とブーメラン似ているところは何でしょう？形。この形というよりも何か持っていると思う。そうです、羽ですね。翼を持ってます。で、翼、ブーメランじゃなくて飛行機の、羽をこうスパッと横から切るとこんな形。特徴はこう上が丸いんですね。で、下がまた平、丸い。この丸いのが実はブーメランにとって大事で、
さっきブーメランこう僕丸くしたんですね。これと一緒。いや丸いもの。例えばペットボトル丸い。これ丸いよね。ちょっと風船使って実験してみましょう。さあこれはね送風機といいます。送風機は風が吹きます、ね、風が吹きます。今この状態で僕が手を離すと風船はどうなる？ね、浮く。浮きます。じゃあちょっとずらして手を離すとどうでしょう？こっちに風が吹いている。こっちに風が吹いている。こっちには吹いていない。いきますよ。せーの。はい、こっちも一緒。せーの。これ何が起こっているかというと、風が吹いているところにギュッと引き寄せられているんです。引っ張られているんです。ほら。じゃあこれ、ね、この送風機を横に斜めに傾けることができます。傾けたらどうなるでしょうか。落ちる。いきますよ。さあどうなるでしょうか。正解浮かんだままなんですね。はい。で今いいですか、風船に風が当たっています。風船の上側と下側、どっちに風が強く吹いてるでしょうか。上か下か、まあ、じゃあ聞きます。上か下か、両方一緒か聞きます。まず、あ、ちょっと違うね。はい、ちょっと強めにしようか。はい、ちょっと強すぎる、ね。はい、上だと思うと、上に風が強く吹いてる。下だと思うと、下の方がいいですね。両方一緒。風が強すぎるな。両方一緒。あんまりないか。じゃあちょっと調べてみましょう。まあ、じゃあこれで調べます。ここには風が強く吹いています。で、上まずいきます。上はまあまあ吹いてる。じゃあ下は？全然吹いてないです。正解は上なんですね。実はさっきとうまくいきませんね。これが実は風が吹いてるところにやっぱり引き寄せられるんですよ。でその名前があって揚力と言います。実は風が吹いているとそっちにぐーっと引っ張られるんです。それを揚力と言います。その揚力とこの今風船の重さが釣り合ってるからここで吹いてる。しかもこの揚力というのは丸い形が乗っていいんですよ。丸いとよりこうシュッて風が早く通り抜けてくれる。早く通り抜けるとより揚力が強くなってギュッと引っ張ってくれる。だから受けるんですね。では揚力の実験を進めていきましょう。今度ね、まん丸じゃないんですけど、はい、これ風も強いですよね。じゃこれを今から浮かします。下と上どっちに風を当てればいいと思います？下っていう意見もあります。ちょっと下でやってみましょうか。よく下っていう意見も出るんです。いきますね。これね。なんかうまくいかない。多分、うまくやれば浮くんでしょうけど、ちょっといびつな形だから、下からじゃ切りたいんですね。じゃあ上。浮くと思う？
無限だよ、ここだよ。行きましょう。浮いたら大きな拍手をお願いいたします。まだよ、いきますよ。これ見てください。もうね、ちょっと丸いでしょ。だからより風がシュッて通り抜けやすいからギュッと引っ張ってくれるんですね、動力が。こっちも丸い。6つ？ここに当てたら。やってみましょう。浮いたらもっと大きな拍手をお願いいたします。いいですか？いや。風が通るとちょっと引き寄せられる。ギュッと揺れがかかる。しかも丸いといいんですね。速い速く取り抜けるとより強くなる。ではちょっと調子に乗って、調子に乗って、これが奥んじゃねえ。さあ水入れてるのとバランスを取って、バランスを取るためです。さあ浮くでしょうか。いきます。浮いたら大きな拍手をお願いします。まだいきます。誰か、誰か拍手が巻き起こらなかったですね。どうしたら浮くと思いますか。どうする。何が足りない、何が足りない。マリキしてみました。これ浮く？さあ浮くでしょうか。浮いたら大きな拍手だ。まだ、ね。浮いております。ね？ハンドパワーじゃない。これは揚力です。後ろの方もね、ギュッて早く通り抜けてくれる。だからギュッて引っ張ってくれるんです。で、今日の、ね、テーマはブーメランでした。少しちょっと戻りますね、ブーメラン。ブーメラン僕、丸くしましたね。これは揚力のためです。でも今までの実験と違うのは、ブーメランこう丸くしてるんですけど、これ縦向きなんですね。ということは、こっちが丸いので、揚力はどっち向きにかかりますか。そう、皆さんの方ですね。こっち向き。で、かつブーメランを進みながらこう回転します、ね、回転すると、いいですか、風は常に上側の方が速いんです、下側に比べて。なので、揚力どれにもかかりますが、常に上だけ強い揚力。なので、それがギュッと倒す力になる。つまり、ブーメランは回転しながらギュッと倒す力がかかるので、回りながら回る。最後、今日ね、最後ちょっと難しかったかもしれません。でも覚えて帰ってほしいのは、ブーランにとって大事なのは、とにかく回転と揚力なんだなということをぜひ覚えてあげてください。そうすると、皆さん家に帰ってブーメランを作ったり投げたりすることができます。ね、作り方最後おさらいします。2枚の厚紙を用意してます。ちょっと端を切ってます。これはただ単に目に入ると危ないから、角を切ってます。で、真ん中をバッテンにしますね。真ん中をバッテンにします。バッテンにしてホッチキスで止める。はい、次ポイントですね。丸くします。これは何力のためですか。そうです、揚力のためです。ただあんまり丸くしすぎてもいいブーメランにならないので、ぜひいろいろ試してみてください。最後にちょっとだけこう取らすと戻ってきやすくなる。はい、これで完成。最後投げて終わりにしましょう。ブーメラン投げます。投げるときはしっかり回転です。ブーメラン大事なの。回転いきます。マジか、キャッチしてください。いくかもしれない。おー、いいブーメランだ。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、今日のブーメランの最初見て、ブーメラン作りたいと思いました？ありがとうございます。思いました。でさ、ミュージアムショップ。100円で全部すぐ帰ったことができます。すぐいい感じの厚紙に入ってきます。ぜひ、出たところを
フリージャンプショップにありますので、はい、買ってみてください。はい、ということで、最後は以上です。ありがとうございます。